はい、こんにちは。札幌占い美容室早昔の後藤です。今日は前髪のカットをちょっとやりたいと思うんですが、前髪のこうラウンドするような、綺麗にこうラウンドするような前髪ってどうやって切ったらいいのかっていうことをやります。で、今回使用するのはこのショーバルタン、ちょっとラウンドしてるハサミなんですけど、うちはオリジナルのハサミになります。で、ストレートの通常のシザーで切る場合も利用できますので、ちょっと切り方を見といてください。で、ちょっと特殊な持ち方をするんで、この持ち方さえできれば明日から簡単に使えます。はい、で、その特殊な持ち方って何なのかなっていうことをこれからやっていきたいと思います。この持ち方することによって、ちょっとした加減ができますので、皆さんも同じように切ることができますので、ぜひ真似してみてください。ではちょっと早速切ります。で、持ち方なんですけど、ハサミの持ち方を絶対こんな持ち方まずないと思うんですが、ここに指を入れます。おりますか、この真ん中のここです。これなぜ入れるかっていうと、前髪をこのまま切ってったらこのまま切ってきますよね。そうするとパツッパツッパツッって切れるんですよ。で、これ刃先を使っていくとカットラインが硬くなっていくので、より柔らかい感じにカットラインをしていくにはハサミの根元側を使うことなんですね。で、この根元側だけを使ってカットしていくのってやっぱ難しいので、こうやって切っていくと、そこでここに人差し指を入れるんです。これストレート場でもできるんで、ぜひやってみてください。僕は前髪のラウンドと同じ方向に、こっちから切った方が分かりやすいかな。ラウンドと同じ方向に、まず今モデルさんの、前髪の自然な状態にしてもらって、ちょっと今出てるところもあるんですけど、まあ、自然にこいだとしますね。で、どういう風に切ったら一番綺麗に、そして長持ちして重さもあってツヤが出る前髪が作れるかっていうと、まず、極端なこと言うとこういう感じに切っていくといいんですね。なのでまずここをこういう風に切ります。ただこのままだと目にかかってしまうんで、今度は反対側に目の上のところは少し、短くして、で最後は、ラウンドして長めにつなげていきます。っていうことは、結構動画でもたくさんやってるんですけど、最初はちょっと長めに来て少し短く入ってこういう感じですね。で、持ち方はこれがもうすごくポイントなんですけど、ちょっとアップするとこういう持ち方になります。こういう持ち方ですね。わかりますでしょうか。これちょっと絶対こんなやり方やってる人いないと思うんで、ここにこれを入れると、で、この指を奥に入れることによって締まらないんですよね。で、優しく切れるんですよ、こうふわっと。で、この指をこっちにつけます。こういう感じですね。で、開閉すると先っちょがちょっと開くような感じできたでしょうか。皆さんちょっとやってみてください。この状態で前髪を切るとめちゃくちゃ綺麗に切れます。で、どういう風にするかっていうと、この0度の状態で切っていくんですけど、手を添えます。で、この状態にまず先っちょのアロエを入れていきますね。で、この時も優しく入れるんですね。入りがここに親指じゃない人差し指入れていることによって入りが優しく入ります。そして僕の場合は、このアルバの場合は今度こっちに持ち替えるんですね。これなぜかっていうと、目の上のところを少し短く切りたいからですね。ここをちょっとラウンドして切っていきます。今モデルさん端っこ結構短いので、本来もうちょっとラウンドしていくんだったらまた持ち替えたりもするんですけど、まあそのままで大丈夫かと思います。いいですか、こういうことですよ。もう一回やりますね。人差し指をここに入れた状態で、ストレート場の場合は持ち替えなくていいと思うんですけど、
まずここの入りをいかに柔らかく切るかがポイントです。で、コームをちょっと入れながら正しい位置をちょっと見ながら手を添えてカットしていきます。ですね。そして、目の上のところをちょっと落とします。ここで、綺麗なラインが、でちょっとコーミングしてみて、ちゃんとその何回かですねコーミングして、出てくる毛またねでありますから、それを何回かにわたって切っていきます。でこの本当にこの裏技なんですけど、この人差し指を入れるか入れないかで本当に変わります。でこっち側もちょっとここ長いんで、こっち側からしっかり切っていきます。結構これどこまで切ればいいのかっていうのは結構皆さん疑問だと思うんですけど、前髪のところですね。でこの上からかぶるこの部分はあまり切らない方がいいので、基本的にこの表面から乗っかってくるところはちょっと切らないようにして、中のところで徐々につなげていくぐらいでフェードアウトしていってください。で徐々にこのぼかしていきます。はい、でこのように、前髪が切れますですね。で今結構髪の毛軽さが毛先出てて、まあ、悪くはないと思うんですけども、少し跳ねやすかったりとかするんで、少し重さを足してあげると、まあ、よりもっといいのかなって感じがします。これはこれで全然いいとは思うんですけどね。でカットすごい簡単に言うと、カットラインってまあ、レザーカットだったりとかですね、まあ、セニングとかソイダリとか、まあ、ブラントカットいろいろあると思うんですけど、基本的にすごい単純に、またちょっと別の動画でやりたいと思うんですけど、切り口によって髪の毛がガラッと変わってくるんですね。でそういう分析動画はまた今後作ろうと思ってるんで、そちらでやっていこうと思うんですが、基本なぜかっていうと、えぐったりとか引っ張ったりとかしすぎると、例えばこのパネルを切った時に収まりが悪くなったりとかします。なので、基本的に、まあ、セニングもそうなんですけど、すきません、まあ、はい、今日はちょっと遅くまで木下さんに、協力していただきました。今日はありがとうございました。ありがとうございました。はい、またよろしくお願いいたします。お願いします。はい、ではまた。バイバーイ。